こんにちは。はい、今日もこちらグロリオーサ、ここのところグロリオーサ続いてますけれど、大変綺麗なグロリオーサ、今もうどんどん開いてきてますので、今日はこちらのちょっとツヤツヤした器に生けていこうと思います。はい、こちらの器なんですけれど、ちょっと今映像でわかるかどうか、ちょっと照りというかツヤツヤしてるんですね。このツヤツヤした光沢のあるところが大変おしゃれで、すごく気に入ってますので、今日はこちらで生けていこうと思います。お店の中やっぱりこのようなね、ちょっと光ってるような感じのってすごく人気がありますね。そうしましたら、先ほどのグロリオーサ、このグロリオーサ前の動画でも言っているんですけれど、花粉がいっぱいここのところについているんですね。ここですね、この花粉をですね取ります。これもう結構ちょっと今もう飛ばし始めてるって感じなんですけど、これ手でやると手が黄色くなるんです。もし洋服とかにつくと、なかなかこの花粉落ちないんですね。ですので注意して、私グロリオーサ好きですので結構使うんですけれど、ここのところにいっぱいついてると、その後髪の毛が真っ黄色になってたりとかいうことがありますので、はい、そうしましたらこのグロリオーサ、先端が赤くて中側が黄色いという大変面白いちょっと変わったグロリオーサですね。最近まあお花屋さんにいろんなグロリオーサが売ってて、黄色のグロリオーサもあったり、前は赤だけだったんですけど、いろんな色が出てきていますね。結構日持ちするいい材料ですので、このくらいだんだん気温が上がってきても、下の方がだんだん開いてきちゃっても、上の方がまた咲き始めたり、大変便利な材料です。少し短めに切ってグロリオーサが固まって賑やかになるような感じにしたいと思います。はい、今日グロリオーサ4本生けています。ちょっと豪華ですね。このくらい入るとかなりここのところが賑やかになっています。はい、そうしましたら、グロリオーサだけで終了っていうことでもいいのかもしれないですね。あと葉物を入れて、ただ要はすごく立派な両部、山両部って言いまして、両部なんですけど、かなり枝がこう太くて立派なものをお花屋さんで見つけました。こちらのお稽古で基本形なんかでも使うんですけれど、まっすぐな枝で、ためも効きやすいので、大変重宝な枝物なんですけど、持ちもいいですね。このちょっと芽が出てきてるところは本当に新緑がこれから始まるという、そういう、折れちゃう。すいません、ちょっとためすぎると折れちゃいますので、これちょっと折れちゃいましたね。ためるときは気をつけて、根元のとこ少し溜めて前に見せるような感じにしようかと思います。この葉が、前を向いてるところがすごくなんかおしゃれな感じで好きですね。グロリオーサの線も結構面白いので、ちょっと多いところは切ります。あと放射状というか、なんかいろんな規則で広がってるような、そんな感じになっています。こちらの山屏風は
表も見せて器の色とぴったりかなと思います。はい、そうしましたらここにちょっと見えてたかもしれないんですけど、これどうなる、動きましたか今。ちょっと出来がいいので動いちゃいますね。こちらですね、バンダラン、これを生けていこうと思います。毎度おなじみのバンダランっていうところですけれど、やっぱりなんかこういう強い色を入れたくなっちゃうので、今日はどこに行けようかな。こちら側だと普通な感じになってしまうので、右側に生けてみようかなと思います。はい、こちら側にちょっと生けてみようかと思うんですけど、入るかしら。枝の間に、ちょっと枝の間をこうくぐり抜けて掴み合わせて生けていこうと思うんですけど、入るかな。紫の感じがここに来ると豪華な感じになりますね。でここにクラスペディアを生けていきます。結構いっぱい入ってます。ちょっと黄色のコロコロした感じが可愛いかなと思いますので、もうドライになってますのでね、このクラスペディアはもう水は当たらないと思いますので、ちょっと、はい、出来上がりました。今日はグロリオサを少しこう飛ばすような感じに、蝶々がいっぱい飛んでるようなそんな感じにしながら、クラスペディアの黄色いコロコロしたところをちょっと遊び心で楽しんで飛ばしてみました。ありがとうございます。